いや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 、もう今年もシーズン終わりまして、終わりまして、日本シリーズも終わりまして、終わりまして、阪神タイガース勝ちましたね。はい、日本一おめでとうございます。そしてですね、はい、オリックスの山本をメジャーに、メジャーに行くことね、いろいろこう変わっていく、なんですか、来季へ向けて、はい、そんなことがありつつ、でそしてですね、井端監督、うん、日本代表、新しいサムライジャパンですね。そう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 、でオーバーエイジ枠24歳以下だけど、以下と3年以内だっけ、球団3年以上、あ、そうだっけ、3年以上、3年そんなあんの、うん、24歳以下と、なんかもう一個あったよ、パイルドラゴンズで言ってるのが岡林さんと清水さんと石橋さんですかね、3人ですね、我がドラゴンズは、うんうんうん、ただね、林が活躍しましたよ、今年、はい、あ、今年ね、うん、今年のドラゴンズってことですよね、じゃあ林、林単体、単体、あ、そうですね、ゴールデングラブ、今年のドラゴンズは何にもいいことねえから林だけで行こうよ、ゴールデングラブもね、あの2年連続取ってましたね、そうそうそう、総投票数が2位だったから、うんうん、あの2位であることに、2位だから1位になれみたいなのを、あ、誰かコーチが言ってましたね、あ、誰だったか、ガイア大西コーチがかな、うん、だから1位じゃないから、うんうんうん、そこに甘えずに来年も頑張ってほしいみたいなコメント残してました、ね、うるせえって言ったの、お前取ったことねえだろ現役の時大西って、まあでもあの何にせよすごいですよね、だってほとんど阪神と横浜で占められてたじゃないですか、ゴールデンね、すごいよね、で林日本代表選ばれて、うん、もう早速ヒット打ってるんですよ、今日、今日そう、こうあの広島戦が今日あってて1回の裏であのヒットを打ったそうですよ、なんか打順見てないけど1番佐藤2番岡林っていう、うんうんうん、そうですそうです、井端らしいなんか攻撃的な打順、あ、そうなんだ、井端ってこう送りバントとか右打ちとかチームバッティングだったから、それ硬い野球するかなと思ったら、うん、意外と攻撃的、結構攻撃的ですね、来週からね始まるんで楽しみですね、うん、ひしひしと狙ってますよ、立浪の後はこれは、あ、でも立浪の射程ですからね、井端は、あ、じゃあ立浪さんがその任期とかこう全うした後次に監督になる可能性結構大、これで日本代表で成功したら、うん、もう次は確実に井端ですよ、あ、本当に絶対そう、まあ、長い目で見たらそれはドラゴンズファンとしては楽しみです、ね、賢いですよ、井端は立浪に絶対誘われてるんですよ、あ、今回というか今回というか去年だったり、うんうん、ちょっとヘッドコーチやってくれよ、うんうんうん、多分断ったんですよ、もともと日本代表の中学生とかやってたから、あ、で、いや、ここで今立浪パイセンの派閥に乗っかってこけたらクビになるじゃん、一緒に、そうだね、よりかはちょっと一歩引いてちょっと待ってみたいな狙いあるかわかんないです、憶測ですけど、まあでも何にせよさ、侍ジャパンの監督がね、もう中日だったっていうのもいいことなんで楽しみですね、まあでも巨人に行きましたからね、今とは巨人の人なの、巨人の人の自分の YouTube で巨人の帽子と中日の帽子置いてますから、すーぐ言う本当に、はい、はい、であとですね、このチャンネルで予想した戦力外クビ、うんうん、はい、ほぼ当たってます、ほぼ当たってましたね、まあ、うん、あれはまあ当たりますよね、ほぼ当たったよ、ほぼ当たりましたね、だから、うん、どの上とか大野とかそのままコーチになってね、良かったですけどね、まあクビになるってことは新しい選手も入ってきますんでね、楽しみですけどね、新しい選手といえば欲しい FA 選手いますか、はい、これ賛否両論あると思うんですけど、私は山川選手が欲しいです、まあ欲しいね、山川入ったらむちゃくちゃいいよ、山川選手が、なんで欲しいの山川、あの、まあ、普通に強いじゃないですか、強いって、ホームラン打てるし、攻撃力あるじゃないですか、まあね、そうで、私はあのドラゴンズ戦、ドラゴンズのファンになると去年一昨年、うん、ちょっと見に行ってたぐらいの時、友達に、ね、西武ファンの子もいたから、パリーグの試合だと西武戦見に行ってたんですよ、うん、で山川は普通に好きだったんで、うん、そのまあいろいろありましたけど、うん、そのこの間 WBC で何いろいろってわかんないのありましたね、 WBC 出てた時も応援してましたし、そこからいろいろありましたけど、うん、やっぱり野球やってほしいなと思うので、うん、あのね、いい機会なんで
中日にね。でもこれさ、中日とか他の球団行ったらブーイングだろうね、西武ファンは。いや、そうでしょうね。お前さ、みたいな、うん。裏切ったみたいになるんでしょうけど。まあまあまあ。まあまあまあ。山川が欲しいと。山川さん欲しいです。あともう一人欲しい人です。誰？中田さん。中田の翔ちゃん？ああ。でも中田の翔ちゃん、試合に出たいんでしょ？出たいでしょ。だって、うん、なんだかんだ、去年めっちゃ出てませんでした？巨人戦。ちょっと怪我してさ。違うんすよ、うん。坂本がショートからサードに行って、うん、ショートのあの門脇育ったんで、はいはいはい、サードの岡本がファーストに行くんすよ。はい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 。だから中田は、行く場所、ファーストかレフトなんだよ。あ、レフトか。で、レフトは、うん、なんだっけ、あの、左バッターの巨人、でけえやつ。秋広？秋広とかでしょ？うんうん。だからもう、場所がないから代打になるし、うん、いや俺試合出てえわ、うん、で年俸が結構もらってるから、うん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 、フリーエンジェル取ると、うん、中日の選手誰か持ってかれますよ。だから山川と中田取ったとしたら、うん、誰が持ってかれるよ。誰持ってかれる？ビシエドぐらい。ビシエド持ってかれるの多分な、その A ランク B ランクと決まってるから。あ、同じランク。そう。で、立浪がこうプロテクト外しちゃったりしたら、多分下手したら中継ぎの清水とか、ああ今藤島とか、ああええ、それええやだ。そのクラスじゃない？中田とか山川来たら。トレードじゃないからね。FA って。FA ってどういうことなの？私 FA を。例えば音楽業界で言うと、ソニーの、うん、所属してる菅田将暉が、はい、ちょっとビクターに行きたいと。はい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 。ね、はい、で、まあ、FA っていうのはフリーエージェントっつって、うん、1個のその球団に7年とか8年いたら、うんまあ、その選手の権利を守る、うんうんうん、で、どこでも好きなとこ行っていいよ、行っていいよってことよね。そうで、その時の年俸の何十パーセントか保証金とかあるんだよ。例えば3億もらってたら、うん、3億次のあの球団が払わんとかじゃん。うん。あ、その行った球団がってこと？そう。うんうん、でもいや5億でいいとか10億でいいとか、うん、いう球団がいてもいいわけ。うん、もっと上の金額を提示してもいいってことよね。そうそうそう。例えば、うんうん、その菅田将暉がビクターに、うん、ソニーだと3億だったの、うん、ビクターいやうち5億出すよ。5億出すよ。行きたいじゃん。うんうん、5億の。で行くとすると。はい。ソニーは3億の選手を失ったわけじゃん。そうだね。うん。からビクターから3億分の選手を取れるわけ。あ、そうなんだ。で、ビクターは、その中で20何人だけプロテクトっつって、こいつらは持ってかないで。あ、絶対持ってかないでって。っていうリストがソニーに送るわけ。はいはい。こいつはダメよってことね。だから中日にもし中田と山川が来たら、うん、中田と山川ぐらいの人が持ってかれるのを覚悟しと。例えば山川さんが3億だとして行くじゃないですか、うん、中日にしたら、1億1億1億が3人いたら1人と3人とかになる。それはダメ。それはダメなんだ。1人1人。あ、じゃあ同じぐらいの金額の人か選手とプラス金銭。あ、じゃあ3億は補填するんだってことよね。3億ぐらいの価値を向こうの球団に出さんと、そんなん FA しまくって取りまくったら有利じゃん。そっか。だからソフトバンクとかジャイアンツとかそれで有利になっちゃうから、うんうんうん、まあ、お金がある球団が有利になっちゃうってことだよね。そうなると、そう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 。うんうんうん、から持ってかれるのを覚悟。中日の場合ピッチャーがいいから。そっか。中田がもし、あ、山川が来たら普通に何、それか若い有望な選手を持ってかれる可能性もある。根尾とか。だから立浪が二十何人誰をプロテクトするかっていうのも結構あるのよ。ちょっとあの軽々しく欲しいって言ってたけど、ちょっと考え物だねこれ。そうなのよ。考えたらそうなのよ。今急に怖くなってきた。ちょっとなんかルール、その辺俺も詳しくないけど、うん、FA のルールってね、うん、あるんですよ。そっか。俺山川欲しい、中田の翔ちゃん欲しいって言ったら覚悟心とか。そうだね。でも投手が今年さ打てなかったじゃない、うん、だから結構その打てる人欲しいなと思ったけど、うん、それで結局投手持ってかれちゃってたら意味ないもんね。意味ない。多分山川なんて取っちゃったりしたら藤島、清水、まあ多分プロテクトすると思うけど、うん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 、
まあ松山とかさ、あダメですでしょ、ダメだ。じゃあ今プロテクトしてみて、何人までいいので25人か7人までプロテクトするんだけど、うん、まあとりあえずこのチャンネルルールでこの5人を持っていかないでって、5人5人ね、5人の当たり前のとこはダメ。大野、うん、柳、小笠原、梅津とか、うん、何もうここはもう絶対プロテクトするだろうっていうのはちょっと置いといて、うんうん、岡林とかさ、うん、あ、まあダメなのね、うん、この人は持ってかないで、巨人とか西武が欲しがってる人材、うんうんうん、巨人だったら巨人は絶対投手欲しいでしょう。そう、絶対投手欲しい、投手欲しいから、まあ、藤島さんとかは嫌だよね、うん、松山も嫌だよね、うん、嫌でしょう、うん、微妙なライン、プロテクトするかしないかみたいな、でも持ってかれたら嫌だなっていうラインがあるんだよね、きっと。祖父江さんとか、ああ、いいっすね、いいとこつくねむちゃくちゃいいとこつくね。ただ祖父江ってもう30後半なんで、そうだよね、多分持ってかれねえだろっていう読みでプロテクト外す場合もある、 あえて駆け引き。じゃあ砂田とかも微妙なライン？まあね、来たばっかだけどね。でも来たばっかとかも別に関係ないってことだよね。関係ない、関係ない。巨人が欲しがったら、西武が欲しがったらあれ。あー、そう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 。絶妙な。とかまあ、涌井さんとかは絶対あれだもん、ね。わかんないよ。涌井さんは絶対嫌だ。だってそれで長野は広島に行ったわけだしさ。あ、そっか。そうそうそう。あ、そういうことなんだ。そう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 。丸を取ったから。うん。で長野はジャイアンツは持ってかれねえだろって読んでたんだけど、持ってくんだみたいなことね。そうそうそう、広島ってそういうの空気をまず持ってくからなるほどな、そういうのがあるんですよ。なるほど。だから誰が持ってかれるか分かんないよ。高橋周平とかさ、ね、守備固めでさ、あ、そっちのパターンもあるよね。そう、坂本7回ぐらいから勝ってる時に、うん、下げたいから。そっか、で代わりに代わりにとかみたいな、ね、周平来てとか、これ事件ですよ。周平さんでもイケメンだから、なんかちょっとでもいらないよね。巨人のユニフォーム似合いそうだね。似合いそう。なんかあのイケメン枠、うん、っていうかもういらない。だから周平とビシエドとあげるよって感じ。祖父江もあげる。で捨て代わり誰が欲しいの？で清水もあげるから。え、清水もあげるの？あげるあげる。あげるあげる。誰？あと、まあ、木下。木下あ、木下もあげるよ。うん、じゃあ代わりに。いや、木下ダメだな。ダメなんかい。で、誰か。リュークもあげるわ。ああ、まあ、マリュークさん。で、それぐらいの犠牲で山川とか取らんと、うん、覚悟決めんと。あ、でもそう言われたら私、覚悟ないかも。そこないでしょ。山川さんだったら、ちょっとどうなんだろう。そうだ、いろんなことに例えられるんですよこれ FA って、うんうんうん、だからイクイノックスあげるから、うん、そしたらリバティとさジェラルディーナぐらい欲しいでしょ。ハーパー欲しいわでしょ、うん、うん、だと釣り合う釣り合わないあるから、あ、難しいね。難しいよ。で今そういうのがいっぱいこういろいろ水面下で動いて悩んでるんだ。それはもう多分原さんが、うん、中田の翔ちゃん呼んで、うん、お前も FA すんのかっつって、うん、いやーちょっと子供の幼稚園とかもあるんで、なるべくまあ行くでも単身っすねとか多分裏で密約交わしてんの、ね、うん、じゃあお前どこがいいんだっつって、うん、あ、嫁の親戚が名古屋にあるんでとか例えばねあ、でもそういうことも話せるっちゃ話せるってことね。そうで、あ、じゃあ立浪電話してこわっつって、で立浪においっつって原が電話して、うん、お前一応中田の翔ちゃん欲しいっつって、マジっすかっつってなって、その代わりお前もビシエド日本人は扱いやろっつって、ビシエドもなんだろう、このまま日本人で子供も日本の学校行ってるからジャイアンツに来た方がいいんじゃねえか今後、東京でね、ラミレス枠でっつって、じゃあ公開するかっつって、まあでもな、ビシエドじゃな成り立たんからな、プラス5000万積んどけっつって言うかもしれない。まあ原さんは辞めたんですけどね。じゃあそういうのはもう前の監督がやっとくのとかやるのよ。え、結局裏で動いてんすよ。もう安倍まあじゃあダメだからと、鍋常とかそんなこと言ったら、鍋常とかさ、鍋常さんね絶対やってる。鍋常さんって YouTube で単語出して大丈夫なの、うん、
いいでしょぐらいなんか権力ある人のイメージなんだけど。いやいや、それガーシーじゃないんだよ。なるほどね。マジマジマジ、そういうことだよ。だって原さんって終身名誉なんとかとかになってんじゃないの、教授。あ、今？あ、じゃあ結局離れてはないのか。だから離れてないと思うよ。そっかそっか。絶対表舞台からちょっと後ろに下がって。だけど、まあそういうのはやってる可能性あるってこと。全然ある。てか監督気が休まらんね、シーズン終わったのに、ね、逆に山川なんて、うん、向こうの監督さ松井和夫じゃん、立浪、ね、の射程ですよ、おい和夫っつって、もうくれ山川っつって、こっちで教育しとくわっつって、マジっすか兄貴っつって、その代わりうちちょっとピッチャーいないんで、まあそうだよなっつって、高松お前くれっつったからやったけどなっつって、うんうん、みたいな、うん、お前のとこから来たあいつなんだっつって、うん、川越かっつって、うん、いらねえぞあれみたいな、川越さんね、あの年俸下がってましたねみたいなことあると思うよ、うん、なるほどね、まあ、今後あの出てきたらまた動画撮りましょうね、その際は。そうだね、うん、FA のね、そうですね、はい、はい、チャンネル登録よろしくね。